オレンジ力役者オレンジの歌ソングトークよろしく。はい、今日は一人撮影です。なぜ一人撮影かというと、今日はドッキリを仕掛けたいと思います。ということで、ドッキリを仕掛ける相手はもちろんあのゴーシャックとタカラ動物コンビでございます。はい、それで明日ゴーシャックとタカラが僕の家に来るんですよ。僕ね、面白いものをちょっと見つけてしまって、その画像はこちらです。ポン。はい、これね、コオロギが100匹練り込まれたうどんっていう商品なんですけど、コオロギを潰してそのままうどんに練り込んだ商品でございます。それをね、明日ちょっとあの二人に食べさせたいなと思って、本日の企画、コオロギ100匹練り込まれたうどん食べさせてみたドッキリー。どうやって食べさせるか、そこが問題です。はい、で明日偽企画を撮ります。でその企画内容というのが、1分以内で食べれないうどんがあると、そのうどんを1分以内で早食いで食べろという企画で、2人にそのうどんを食べさせます。いや、面白い企画になるんじゃないでしょうか。まあそれで2人はどんな反応をするかということなんで、とりあえず明日あの2人が来るんで、よし行きます。じゃあ皆さんも一緒に、せーの、せーで、次、俺らの取引略してアルゼインのゴシャクタカラ、そのとこよろしく。はい、いやいや、何ですかマジでこの二人本当に今日の企画知りません。本当に本当にからね。え、家着いて1分で撮影しましたこれ。あの、今日の企画は僕面白いものを見つけて、うどんって好きですか二人とも？ああ、好き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 。そばよりうどん早いね。ああ、そう、本当に。まあ今日はちょっとうどんを使った企画なんですけど、うどんって早食いしたら何秒で食べれますか？1分以内じゃない、食えるじゃない。あの、1分以内に絶対に食べれないうどんがあるんですよ。うわ、面白そう。なんか、へぇ、一人前で、一人前で、へぇ、それを今日持ってきました。え、なんか面白そうやね。面白そう。え、俺らの予想ね、はい、ちょっとゲテモノ系かと思ってる。虫とか来るんかな。そう、それを2人に、ちょっと2人結構食べるの早いやん、うん、それを2人に1分以内で食べてもらいたいなと思って。いいね、なんか面白そう。ゲーム機やねん。そうです、絶対勝つ。やろう。まあ、とりあえず2人の勝負でもあり、まあ、1分以内を切ってもらうという記録でもあります。はい、とか言ってからゲテモノ混入とかやめてな。いや、それは違う。異物混入ね。そう、それゲテモノ混入。じゃあ今からね、ちょっと僕準備してくるんで、はい、少々お待ち。はい、はい、今ね、このモンストのこれ、ワールドトリガーコラボかな、やってるんでね、うん、めっちゃ白飛びしとるね。今現在ね、このモンストワールドトリガーコラボやってるんですよ。シングルガチャ1回です。いきます。見た、先に逃げてきた。見て、ストライクショット。はい、これ出たら、今年俺彼女できないから、そこで一切ない。できたんで、じゃあちょっと一回目をつぶってください。はい、どんな感じでの、前に置きます。1分食べれないうどん、これ熱くて食えんかもしれない。1分でということで、はい、目を開けてください。はい、はい、え、なんかね、そばみたいな、全然普通、細麺のうどんらしい。こんにゃく普通でんけど、うん、え、でも熱くて食べれない、多いな。でもちょっとまあ言い訳してもらう、させてもらうと、はい、昼間食ってきて、ね、そういうお腹ちょっといっぱいっていうね。知らなかったから企画を。本当に先に言ってくれたらお昼ご飯食べんのにね。え、でもいけるやろ、絶対この量いけるやろ。この間でもいけると思うけど、1分は無理かもしれん。でも薄いん、熱くて。暑くて、え、じゃあ冷ましていいよ。本当に、うん、じゃあ一旦冷ます時間ね。本当暑いからね、湯気立ちまくって。え、お前そんな猫舌なの？猫舌です。頑張っていっぺんけばいいか。よっしゃ、え、ガチでやろうぜ。暑いからちょっと猫舌だから。え、ガチでよ。お茶だけもらっていいなら。あ、ほんと長いっぱいや。そう、俺うんこさっきしたばっかなのにまたうんこ出るやん。よっしゃ。じゃあ、ちょっと1分の中にですね、やってやるぜ。いきます。1分で絶対食べきれないうどんを、1分で食べきれるのかチャレンジ、レディーゴー。お腹いっぱいよね。うわどうした？なんかやばくね、これ。なんかきついんやけど。めっちゃきつい。重い。重い。やばい。入らん、どうしよう。頑張れ、頑張れ。誰か一人でも切ってくれ。どうした？入らんけ、なんか。やっぱ違うんや、普通のうどんと。いけいけいけ。いや、これ無理やんか、俺。え、なんか入らん？拒否反応押すべ。拒否反応。え、すごい、いけいけ。おおおおおおおいけいけ。45秒。早く早く、くれくれ、すごい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 。ああ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 
きつかった？きつい、なんか違う、すごい、俺出したの、俺吐いたの。え、なんか重いねん、重い、ワンパンくる、なんか重いよね、なんか、この細いやつに縮小されとる感じがする、うん、俺今食ったけど4回ぐらいしか噛んでない、全部で。え、すげえ、全部食ったんや、ちょ、見してあげて、映っとる、映っとるね、うわ、すげえ、じゃあ僕はゆっくり食べていきます。はい、いや、ちょっと無理やった、ゴーシャクトの記録、53秒です、すごい、早くや、任せとけ、無理や、あ、ノーハンドじゃない限りいけるから。はい、ということで、今日の企画はね、発表します、今日の企画、ちょっと待って、このうどん、コオロギ、100P が出来潰されているうどんでございます。ちょっと待って、本当に本当にちょっと待って、そうでしたやろ。え、コオロギ100匹が寝るつぶさ。マジ、はい、味普通じゃないもん、味はすごい勢いで食っちまってんけど。頑張れ頑張れ、誰か一人でも切ってくれ。え、でも食いにくかったよ、なんか、うわ、あかん、分からんねんけど、コオロギ100匹が練り込まれた。お前そう、自分に仕掛けるタイプか。あれもうあれやん。エビのような香ばしい味わいやって、いや、1分いないや、お前。めちゃくちゃ今ちょっと嬉しかったね、ほんと俺今。俺もなんかゴジラすげえと思って。くっそ、やられた。いやー、ここ100匹食べてもったとか。そう、え、これ1杯で100匹入ってんの？1杯で100匹。最悪や。どうやって入れたん、これに対してコオロギ100匹。だから練りつぶされたってことやろ、コオロギ。だからそう見てるでしょ。色確かに黒色あるもんね、これコオロギ、これコオロギやる、多分。とんでもねえな、ちょっと食べや、お前。ごちそうさまでした。うわー、やられた。いや、これはえぐい。これマジすごい、願います、本当に。やり返しましょう。いや、マジやめてください。マジやり返そうぜ。マジカブトムシ100匹練り込まれたら、いやいやいや、マジで無理。それは、俺はもう作ろうぞ。作るからね。いや、最近マジ YouTuber っぽいわ、俺ら。YouTuber っぽいね。どん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 、ぜひなんかね、宇田先輩なんかこれ食わしたいなと思ったら、ちょっとコメント欄ください。やめて、それ食わせるんで。コメント欄ってよりもインスタの DM でこっそりた、この商品めっちゃいいですよーで、そうそう、虫系でお願いします。そう、楽天とかで買えるやつで。はい、じゃあ次はミルワーム100匹早食いチャレンジでお願いします。無理です、無理です。いやー、楽しみですねー。バカじゃない、俺俺仕掛け人ですから、その時は。バイバーイ。バイバーイ。こんなケースも届かない。じゃあ 俺が考えるね。最近兄ちゃんさ、プレ玉蹴れなし。いや、まあ本当ケースが届かないかな。じゃあお前分かる、なんつったの、マジで。レンゼマ？え？